その頃、江本企画は、俳優、小川ハリツと共に、江戸茅場町の裏棚に住んでいた。場所の門に入ったばかりで、貧窮のどん底時代だった。外へ出る着物も、夜の予義も一組しかなく、それをハリツと共同で使っている有様だった。同門の親友、服部とり雪はその自分、 井上相模守に仕えていたから、企画の貧乏を心配して、絶えず金や衣服を調達してやるのだが、生来酒好きな上に低端な企画は、たちまち何もかも酒に変えてしまうのだった。ある時、企画の貧乏を聞かれた井上相模守が、榎の元にも屋敷へ出入りをするよう言ってみたらどうか、と乱説に相談した。 もちろん乱節は非常に喜んで、すぐに茅場町へ飛んで行った。ところが企画は一向に嬉しくなさそうで、まあお断りをしよう、と言う。なぜだこんな貧乏が続いては、ろくな勉強もできぬではないか。バカなこと天地自然が金であがなえるか。春秋四季変化の妙定を極めるのに、 貧乏で悪い理由はあるまい。それに、と企画は苦笑しながら、私は大名のために徘徊を読むのはごめんだ。乱説もそう言われてはいた方がないので、孔の屋敷へ帰ってその通り復命した。井上孔は元より、昭文の徘徊に通じ、芸道に理解のある人であっただけ、 企画の言葉がカチンと勘に触ったらしい。そうか、大名のために徘徊はせぬと言ったか。と少々不愉快な顔をした。そんなことがあって間もなく、深川松川町の佐野屋木左衛門という材木問屋の隠居所で、徘徊の催しがあるのに企画は招かれた。木在門は自創という配合を持って、 商風の徘徊ではすでに旦那芸の息を抜きん出ていた。工業は午後四時頃から始まって夜の八時頃に終わり、それから酒が出たので企画が佐野屋の屋敷を辞したのはもう午後十時を過ぎた自分だった。籠を雇いましょう、と木左衛門が進めるのを断って、瞬間の夜風で酔いを覚ましながら参るのも妙でしょう。 そう言って外へ出た。先春2月中旬のどこか潤んだ空に、朦朧と薄月がかかっていたし、川も吹き渡ってくる風も、潮の香りを含んで心よかった。歩き出してから帰って酔いを発した企画は、相川町を右に折れて、満山としじみ菓子へ差し掛かった。すると、片川町の暗がりから、 待て待て町人待てと声をかけられた。びっくりして振り返ると、手に手に台頭を抜いた五六人の覆面の武士が現れ、バラバラと企画を取り囲んだ。何かご用か企画も若かったし、まだ酔いが十分に回っているから、弱みを見せまいとして呆然と相手を見回しながら言った。ははは。 だいぶ強そうな口を聞くな。いかにも御用だ。気の毒だが、ここへ通り合わせたのが貴様の不運。身ぐるみ脱いで置いていけ。文句を抜かせば遠慮なく切って捨てるぞ。早く裸になれ。一人が白人で、企画の方をピタピタと叩く。企画、すっかり毒系を抜かれたが、冗談おっしゃってはいけません。 私はご覧の通りの貧乏徘徊し、逆さに振ったってビた一文ありゃしません。このボロを身ぐるみ脱いだところで。ええ、ぐずぐず申すか木早な一人がいきなり企画の胸ぐらを取って、刃をドキドキする喉元へ突きつけた。網にかかった獲物なら、大名小敷の差別はない。尾羽までむしるが我らのおきてだ。 脱がぬとあればおのれ。お、お待ちください。脱ぎます。すっかり酔いのさめた企画は手早く帯を解いて着物を脱いだ。なんだ、まだ残ってるではないか。これは呪文です。いかん、そいつも脱げ。ふんどし一つになった企画。先春とはいえ、 二月のうち、川から来る風はまだ素肌には冷たかった。さすがに企画、十っラになって、こんな姿では歩いて家へは帰れません。何とかしていただかなければ困ります。よしよし、良い工夫をしてやる。俗の一人がそう言って向こうへ行った。ちょうどそこへ、 戻りと見える辻カゴが一丁。何も気がつかずにやってくるのを、カゴやと呼び止めた。見ると、手に手に白人を下げた怪しい者たち。びっくりして逃げようとするのを早くも前へ回って引き戻した。え、どうか命ばかりは。命をもらおうというのではない。この裸を一人乗せていくのだ。 そんなことならお安いご用で、早くしろ。企画はそのかごへ乗った。どちらまで黙ってついてくればわかる。族が答えた。企画がかごの中から、かやば町へ帰るのだが、と言ったが、誰も返事をしない。かごは調子よく上がった。かごは、 右へ曲がったり、左へ折れたりしながら、長いこと進んでいった。左右には、霊の賊がついているらしく、お頭がどうしたとか、昨夜は若い娘の息肝を抜いたとか、今夜の生贄は五人だが、ちょうどこれで五人目だから、これで役目も終わった。あとは、さらってきた霊の女を魚に朝まで飲み明かそう。などと、 不気味なことを低い声で話し合っている。これはどうやら、賊の家へ連れて行かれるらしいぞ。と思ったから、檻があったら救いを呼ぼうと、外の気配を伺っていると、番所へでも来たらしく、咎める声がした。これこれ、この野院にいずれへ参られる。はい、実は急病人がございまして、医者のもとへ参る途中でございます。 企画が伸び上がって、助けてくれと叫ぼうとした途端、カゴの垂れの間からスッと白人が出て、企画のばらへぐいっと差し付けられた。はっと言っても差し殺さんけあい。企画はそのまま身動きもできなくなった。こうして、産後旅も気度や番所でとがめられながら、ついに救いを呼ぶ機会もなく、やがて、 一時余りも乗り続けた後、カゴはドシンと荒々しく下へ置かれた。出ろという声に、企画が恐る恐るカゴを出てみると、うっそうと常緑樹の茂った宮山のような中で、向こうから髭だらけの面をして松明を持った異想の荒くれ男が二人やってきた。そして呆然としている企画の手を両方からひっつかむと、 物も言わずに引きずっていく。小立ちを抜けると立派な玄関構え。そこにも熊の皮の胴巻きをつけ、山刀をぼっこんだ大男がいて企画を受け取った。玄関から廊下へ出て行く曲がりもした後、やがて高校と10の輝く大広間へ導かれた。そこは岩屋の一部へ作りつけたと見え、 正面はぐっとえぐりこんだ洞窟で、槍、長巻、山刀、矢鉄砲、掛屋など見るも恐ろしい武器が置き並べてある。上段には表を覆った男が一人、七八人の女たちに囲まれて呆然と構えているし、広間には髭、酒焼きを伸ばした異相の男たちが、これも女たちに尺を取らせて居並んでいた。 女たちはいずれもどわかされてきたものと見え、衣服も髪形もまちまちであったが、みんな目を泣き晴らしてブルブル震えている様子だった。これ、そこの裸の男。企画が罰席に座ると、上段にいる棟梁らしい男が声をかけた。貴様は幸運な奴じゃな。今宵はわしの祖先の百回記で、 女三人、男五人を生贄に祭る日じゃ。貴様が男では五人目。最後の二えになるのじゃ。名誉であろうが。企画は動物類の出るのを止めることができなかった。と、その時。へーという若い女の悲鳴が聞こえてきた。すると上段にいる頭領は床下に。 ふすまを開けろ。にえを魚に飲もうぞ。はっ手下の二人が立って、次の間のふすまをさっと左右へ引き上げた。企画は一目見るより、おおと叫んで目をつむった。次の間には大きな炉が切ってあって、火が烈々と燃えている。その火の上へ、 鉄の鎖で縛り上げられた半裸体の女が逆さずりに釣り下ろされているのだ。へえ<ー>。喉も避けよと悲鳴を上げて、白い手足を蛇のようにのたうつ女。劣化の飾りに行走を返じて、今にも悪気にかするかとばかり、そのままの地獄杖だった。ははははは 良いざまじゃなあ。棟梁はあざみ笑いながら酒きを開けた。裸の男、どうだ、良い心地であろうが。貴様もすぐにあのようにしてやる。まあ、酒でもイるが良いぞ。手下どもは女をせき立てて、企画の前へ酒と三階の珍味を並べ、 嫌がるのを無理じいにぐんぐん飲ませた。ところで裸坊主、我らの慈悲として気に入った芸をしてみせる者は生贄の席を免じてやる決まりだが、貴様何か芸はできるかはい。企画は震えながら、私は徘徊師でございますから徘徊を読むことはできますが、 他に芸と申しまして、別に何も。徘徊。徘徊とは何じゃ深く説明いたしますと、難しゅうございますが、ハックの例をとって申しますと、十七時の中へ、真羅万象を読み込みまするもので、和歌よりやや筐体に転じた一種の。面白い。それを一つやってみろ。 気に入ったらいけにえを免じてやるぞ。はい。企画は溺れんとしてわらを掴んだ気持ち、膝を正してクアンにかかった。しかし、戦国から転倒している新規はにわかに沈まらず、なかなかメイクが浮かんでこなかった。どうした時が移るぞ。あ、ただいま。クアンにクアンを重ねて一句を得た。 一句浮かびました。よしよし。そこで披露してみろ。企画は、おごそかに手を膝へ置いて読んだ。霜を見る。河津はモズの靴手かな。なるほど。棟梁は頷いた。モズの早えにかかったので、カエルが霜に会うというのだな。面白い。 と木をあげたがだがモズの早にえなどとはこの座に当てつけた心持ちがあって不愉快だせっかくだが助けることはできないぞななぜでございますなぜも風もないそれそやつを生贄にかけるのだ玄関に立ち上がるどもま待ってください 立ち上がる企画。四五人の荒くれが取って押さえると、いきなり頭から黒い布をかぶせた。逃れようと必死に争ったが、ずるずると引きずってゆかれる企画。カッカと燃える烈火のほてりを感じたまま、ついに気を失ってしまった。それから随分長い時が経った。夢から覚めるように企画は自然と目覚めた。 おやと思って起き上がると、自分はかやば町の裏棚の一間に、ハリツと並んで寝ている。世の余儀も共同のものだし、着物も佐野屋へ出かけた時のままである。悪夢か、氷に化かされたのか。あまりの不思議さに、ハリツ、ハリツ、ちょっと起きてくれ。と友達を揺り起こした。 俺は全体、どうしてここに寝ているのだ何を寝ぼけているのだハリツは目をこすりながら、ひどく酔って帰ってきて、家の前のところでぶっ倒れたじゃないか。何時頃のことだ。だいぶ遅かったぞ。何でも、上ョ寺の金が九つを打ってしばらくしてからだった。 一人で帰ったのかそうさ。企画は、うーん、と唸った。あの山菜をどうして脱出したろうどうして生贄にならずに済んだろうそれとも、あれは何もかも夢かわからない。ハリツがいぶかしがって、どうしたんだと聞いたが、話したところで信じてもらえるものでもなし。 企画は黙って横になった。それから三日後のこと、企画は馬蕉の家で偶然四五人の客と同座した。柳田出雲神倉持田島の神の二人は顔見知りだったが、後の二人は初めての客だった。すると未知の客の一人が、こういうのを幾、最近得たのですが、と言って必死を取り、 すらすらと一句したためて場所に差し出した。場所はしばらく口の内にその句をずしていたが、どうだ、と言って企画に渡した。拝見いたします。企画は膝を正して受けた。見ると意外。木根美しく書かれた句は、下を見る。河津はモズの靴手かな。あ、これは、 とと見上げると相手は微笑しながら「名乗りもそうか拙者は井上相模のいや振り返ると場所も顔をほころばせている相模神はニコニコしながら「大名のためには徘徊をせぬ」という尊公に是非一句読んでもらいたかったいたずらじゃ許せでは あの三族の棟梁が、呆れる企画。いや、孔は頭を振って、拙者は手下の族で、孫公に酒を飲ませた方だ。ここにいる三人は、孫公を生贄にしようと手ごめにした族じゃ。はっはははは。まあ、許せ。三人も高く笑った。企画は膝を進めて、ではあの、 上段にいた方は、多言無用だぞ。相模守は声を潜めた。と上様だ。え、将軍家。企画は愕然と目を見張った。将軍家綱が戯れに催した百鬼夜行の主演は有名である。企画の導かれたのは、 そのうちの山賊の催しであったらしい。市中からあらゆる芸人を誘拐し、それぞれ懸命の芸をさせて楽しんだものである。井上相模はそれを良い機会に若い企画を一杯はめたのであった。